はいどうも、村山です。本日も食べ飲み歩きで深海地に来ております。ただいまからね、美味しいお店を探してね、歩き回りたいと思います。まあいわゆる徘徊ってやつですそれではね、今から行ってきます。はい、深海地の駅を出たこちらの8番通路、こちらの方を通っていきます。有名な立ち食いうどんのお店があります。この前の階段を上がっていただきますと、深海地のメインの通りになります。はい、南の方へ歩いていっております。いろんなね、居酒屋がたくさんあって、悩みどころ満載ですよね。今回はこちらのお店に行ってみたいと思っております。吐きだめ様、いい感じでしょ。頑張りもね、おすすめとかいろいろ載ってるんでね、いい感じです。それでは早速店内へ。店内はカウンターメインですが、テーブル席も何個かありますよ。さあメニューでございます。何を飲もうかな。美味しそうなものもね、たくさんあるんでね、たくさん食べていきたいと思います。お、おすすめもね、いい感じでございます。海鮮がね、多いですよね。もう上の方もね、いろんなね、メニューがたくさんあってね、悩みますよね。まず突き出しが出てきました。おいちゃんはハイボール、お疲れ様です。乾杯。うまい。そして突き出しがブリ大根でございます。これがね、すごい美味しいんですよね。すごいね、味がね、染み込んでてね、いい味で出しました。そしてマグロの頬肉の作り、こちらを注文。そしてね、ごま油かな、塩が入った、こちらもね、どちらも試してほしいと。まずはね、わさび醤油、こちらでね、いただいてみました。すごいね、歯応えがあってね、とてもね、美味しいんです。まあ頬だからね、結構筋肉がついてるのかなという形でございます。本当にね、魚というよりはね、肉っぽい感じに感じましたね。そして今度はね、ごま油、塩が入ったごま油をねつけてね、いただく。多分おいちゃんはね、きっとこっちの方が好みでございます。もちろんね、わさび醤油もね、美味しいんですけどね、他いろいろとね、薬味もねついてたんですよ。生姜とかニンニクとかね、この玉ねぎとかネギとかね、これをね、自分のね、好きなね、ものをつけてね、食べていただくのがね、嬉しいですよね。だからいろんな食べ方で自分の好きなように食べれるっていうのはね、とてもね、お店のね、心意気がね、嬉しいですよね。しかもね、美味しいんですよ。そしてね、ナスのね、ぬか漬け頼みました。まあ、きゅうりとね、ナスがあったんですけども、今回はね、ナスの方にしました。しっかりね、使ってるんですよ。これがまたうまい。もうこのままね、食べてもいいんですけども、このからしをね、つけて食べるのもね、なかなかね、うまいということでね、試してみました。確かにね、風味が変わってね、美味しかったです。まあおいちゃんの好みはね、このままね、食べるのがね、一番ね、好きです。まあシンプルに食べるのがね、おいちゃん好きなんでね。
ハイボールにはね、さっきのね、お作りについてたレモンもね、入れちゃってます。無駄はね、ないようにするのがね、おいちゃん流でございます。うん、うまい。そして、らっきょうも注文。まあね、こういったらっきょうもね、おいしいですからね、大好きなんでね。まあ結構カレーの時はね、食べるってイメージが強いですけど、本当にね、その単品でもね、お酒のあてにね、ちょうどいい。この甘みとね、酸味がね、バランス。これがね、いいんですよね。なんか体にも良さそうですし。うん。お酒のね、あてとしてはね、とてもね、おすすめでございます。うん。しかも結構大きいですもんね、この粒は。なんかね、ラッキョ食べてるとね、カレーライスも食べたくなりました。うん、うまい。こういうのがね、いいです。ああ、お酒も飲みすぎちゃうよね。うん、パクパクいっちゃいます。お漬物とかね、こういうのはね、最強のね、あてです。そして、焼き鳥のね、お盛り合わせ5本、そしてレモンチューハイを注文。まずね、心臓からいただきます。まあ今回ね、すべてタレで注文させていただきました。まあ塩タレね、選べますんでね、お気軽に言っていただけたらなと思います。この心臓もね、この歯ごたえがね、すごい、まあすごい筋肉がね、ついてると思うんですよ。いや、一番よく動くね、部位ですから。その歯ごたえ、これがね、絶品でした。そして次にね、せせりということで。うん。これもね、本当に、うまみがね、あってね、うまかった。思い出してもね、美味しいなと。うん。まあ今回ね、お任せなんでね。まあ、おいちゃん皮も好きですけどね。いろいろね、美味しいものがたくさんあるんですけどね。うん、悩んでしまいますよね。そういう時はね、やっぱりね、もう、お任せね、頼むのがね、一番ね、いいです。うん。美味しいものをね、ちゃんと選んでね、焼いてくれますからね、安心でございます。そしてこのでっけえキャベツもね、いただきます。おいちゃんはね、ついてるものはね、残さず食べる派です。うん、うまい。よいしょ。うん、この歯ごたえがいい。そしてお酒も進みます。そしてミンチでございます。ちょうどね、食べやすい大きさでね、うん、パクパクいっちゃいますよね。まおいちゃんはミンチかな、の場合は結構タレが好きですけどね。まあね、皮だとね、塩が好きかなとかね、その部分によってね、やっぱりタレ食べるときと塩とかね、うん、考えながらね、食べちゃいます。うん、まあ、今回ですはね、すべてタレでね、うん、食べるのがね、おいちゃん大好きなものばかりでした。そして、肝でございます。これもね、柔らかくてね、美味しいんですよね。体にもね、いいですね。まあ、いろんな部位を取ることによってね、うん、体の栄養になるなというのがね、よくわかります。しかも、うまし。
はあ、うまい。でまあ苦手な人もいると思うんでね、うん、そしたらね、あの自分の好きなものだけをね注文していただけたらいいと思います。うん、美味しい。そしておいちゃんの一番大好きなネギミでございます。まあ、おいちゃんね、焼き鳥でね、これが一番好きです。うん、うまい。このネギとね、うん、本当にこのバランスがね、いいんですよね。まあ、その次に好きなのは何やろな、皮かな。皮をね、パリパリに焼いてね、塩で食べるというのも好きですしね。まあね、嫌いな人いないですからね。まあネギは苦手な人はいるかもしれないですけど、まあ焼き鳥はね、皆さん大好きですよね。でもね、食べ過ぎちゃうんですよね。そうするとね、結構ね、あの財布からお金が飛んでっちゃうと。でもうまいんですよね、やめれない。はあ、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、吐きだめ新海地本店様、いかがでしたでしょうか。とてもね、美味しいね、あてとね、お酒のをいただきました。お店の方もね、とてもね、あの親切な方なのでね、お話もね、楽しくできたと思います。もう料理がね、本当にね、私好みなものばかりでございました。まあ以前はね、こちらでもね、串カツを食べることができたんですけども、今はね、あのこのちょっと南の方に、あの吐きだめ様の新海地南店というのがありまして、串カツはね、主にそちらの方で食べることができるということで、まあ、串カツが食べたいときはね、まあ、南店の方行っていただいて、まあ、北店本店の方ですね、本店の方では美味しいね、焼き鳥をね食べながらね、あの海鮮を、美味しい海鮮をね食べていただけたらなと思います。とてもね、あの満腹あの大満足でございます。まあ、場所の方もね、新海地の方の、まあ、あの行き上がっていただいたらもうすぐそこにありますんで、まあ、ほぼ中心地ですね、この辺りが。あのすぐ分かると思いますんでね、ぜひね、新海地に来ていただいたら吐きだめ様来ていただけたらと思います。とても大満足でございました。ありがとうございます。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もできましたら、本当によろしくお願いいたします。お願いします。それでは失礼します。